明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新年早々の作業です。もうやったけどね、1台ね何これ、もうやっちゃったけどさ、やったんだけど、やったんだけど、あ、そっからかんすね。やったんだけど、外しちゃうんだけどさ。まあしょうがないっす。なんか水原くんなんか来ないし。しょうがないじゃないですか、お仕事っす。来ないし、オープニング撮りをそっから外そうかなと思ったら来ないし。しょうがないじゃないですか、撮れた大渋滞で、あの帰ってこれなかったんですから。来ないしあとは部品待ちですか。そうですね、部品待ちで。とりあえずね、取り外した動画があるので、そちらをご覧ください。水原くんが車に取りました。すいませんはい、では VTR スタート。よし、まずね、このベルト、これこれ、このベルトをね、外してきたって思うんだけど、これね、オートテンションだから、わかりにくいかな。この奥にね、このオートテンショナーをこう縮める、このアタッチメントのこうボルトの頭みたいなのがあるんだよ。それを、まあ、こういうメガネを用いてね、ぐーっとね、下げてあげるとね、こいつが緩むっていうわけですね。で、そのオートテンショナーっていうのは、ここにあります。この、これ。これがバネになってて、これが、貼って、ベルトが、あ、これが、の、バネが伸びて、ベルトが貼るっていう仕組みです。ね、さっきの、言ってた、ボルトのところを、下げると、バネが縮んで、ベルトが緩むという仕組みになってますね、この方は。1AZ? んとか、AZ 系は多いのかな。うん、他にもあると思うんだけどね。まあ、そういう感じです。じゃあ、やってきまーす。じゃあ、早速、工場外していきたいと思います。これね、これね。もうね、とりあえずバッテリー外してあるんだ。うん。今、充電してるね。充電。充電ありしてあります。あ、あそこ。充電してまーす。早速外しようかな。ってことで、ここかな。ね、あらかじめもうタイヤ外してあります、タイヤを。タイヤ外しちゃって、で、ちょっとライトがない。ライトがない。ライトがない。でね、ね、まずベルトを外すのにね、こう、ベルトをこう外しやすいようにアクセスできるね、ここね、このサイドのカバーを外してね、こう見えやすいようにします。でね、ここ切りかかってんだけど、ベルトをどういう風にかかったとかっていうのをメモしとくのも一個の覚え方かな。まあ、写真が多分撮れないから、多分そういう書き方でやった方がいいかなって思います。早速ね、やっていこうかな。ここからはちょっと若干早送りでお願いします。じゃあね、早速ベルトを外していきますね。こう見えるかな、このここにね、メガネ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 がね、刺さってるんだけどね、この奥にね、そのアタッチメントがあります。邪魔だかな。ギュッと、これでのこうやってやると、ほい、
こで緩んでます。緩みましたね。はい、こんな感じで、ね、あのね、このこれだよ。ね、分かりづらいかな。ここ指の先、あれが、あれが、あれにメガネをかけてギュッと下に緩めるとベルトが緩むという、そういう仕組みになってます。これね、わからんだよね。わかるかな。この指のところへん、この辺です。19ミリかな。はい、とりあえずじゃあオルタネーターをね外していこうか。これね、この辺にあるカップラーやらなんやらを邪魔な方やつを外していくというとこから始めてくれ。硬いなこれ硬いな、硬いね。取りました。で、一人でやってるんで、なかなか絶対だよ、このバッテリーは絶対外してね。これをバチってやったらね、ダメなんでね。はい、ちょっとなんか思いっきり外せないかな。よし、外れました。多分ね、あとね、ここのね、このボルトを外せばね、多分取れると思うんだがな。ちょっとやってみまーす。はい、はい、事件が起きましたね。よし、一人撮影がね、辛いんだよね。多分、ここにもう一本あるんで、こいつを取らないといけないのかな。いけないのかな。やっぱりね、あのね、1点止めなわけねえよな。2点止めでした。ってことでね、多分もう抜けると思うんだけどね。よいしょ。
変な音してたんだよな。どうなんだろうこれ。あーダメかな。ダメかなこれ。これはバラバラのシーンって分からんかもしれんけど、多分これ充電時折するけど、もうかなりいいよ。あーたまにするね、シャリンシャリン言うね、シャリンシャリンしてるね。はい、ってことで取り外せました。部品はねまだね、明日以降しか届かないので今日はここまでです。ごめんね、なかなか解説できなくて。そんな感じでした。